皆様おはようございます。ヒーリングオアシスの美穂です。今日はですね、中間報告でもう1週間ぐらい経ったので、マイクログリーンのその後のご報告をしたいと思います。それでまずはですね、この小さいのから見えますか。これはもう今日食べられるっていう感じで、あのメイソンジャーがあったので入れましたけど、なんかこれが一番調子良いような気がします。そしてもう一つはここにあるのなんですけれども、これはですね、あのアマゾンで購入したあのお水です。水栽培で育てるのです。それで今なんかあの雨が降った後にこういうあの窓のこういうところから、フルートフライっていうのが出てきてるんですよね。それで今あのちょっと気になって、こういうパロアウトですか、パロサントっていうあの浄化するのと、あとはホワイトセージで煙を出すと、あの嫌がってみんなどっかに行ってしまいます。で今日はこんな感じですね。まだこれは無理なんですけれども、こちらはもう今日はこれからランチにあのサラダを作ったので、それの上に乗せようと思ってます。これはあの種から作ったレモンですね。それからあとはこれはちょっと種をですね、乗せすぎてしまって、もうこれはアウトオブコントロールっていう感じで、ぐいぐいと出ています。それからこれも端っこがやっぱり日が当たるところが先に芽が出てくるようです。で、これも私はまだこういうことをやっていないので、おっかなびっくりやっております。でこれはですね、いつも貝割れをホールフードで結構高いんですけど、こうやって買ってくるんですよね。それでその中にあのマイクログリーンのこの種をですね入れましたら、こういう感じで、だからこれをあの皆さんですね、こういうの入れ物を取っといて、その中に種を入れて、それで毎日水洗いをしてると育ってくるような気もいたします。もう本当にかなりエキサイトしています。それでこれはあのコスモスの種なんですけれども、ちょっと冬に撒いてしまったので、このようにですね、種の芽からあのコスモスのような感じになってきました。ただこれはあのとても少し生きるために戦っていると感じて、あとここにあのアボカドの種を入れたんですけど、周りになんかあるのはあのお抹茶を作った時にちょっと残ったので栄養のためにそれを入れてみました。あのバイタミン DD ですか、ということでございます。でこれはまだあの市販のを買って栽培してるのですけれども、そのうち落ち着いたらですね、これもあのミントの種をあのアマゾンで売っていましたので、あの水栽培から作ってみようと思っています。でこういうのを見るとすぐ、ああこういうのを作って、あの
ファーマースマーケットかなんかに持ってったら1個いくらで売れるんだろうなんて、もう取らぬタヌキの皮残用をしているタヌキのような女の子です。それでは皆様、今日はこの辺で、今日はバレエ教室ちょっと疲れちゃったので、多分のんびりとですね、こういうこととか、あとお部屋の細かいお掃除をしようとしています。それでは皆様、今日は雲見えますか？ああいう感じです。それからこのボディトリーは小鳥ちゃんがいっぱいいるので、ここに今朝ね、変なトラックが来たんですよね。だからただいまお祈りしてるところです。どうぞこの木を切ったりしないでくださいって、ということです。レストランローの裏側なので、ただいまCOVID で、新コロナでレストランはもうお休みみたいですね。それでは皆様、今日はこの辺で、皆様良い一日をお送りください。私のベビーパキラちゃんもよろしくと言っています。それではですね、この辺で失礼いたします。バイバイ。See you next time. 今日は1月25日、2021年です。もし元気が出てきたら、後でバレエのクラスを始めます。それでは皆様、ごきげんよう。